では楽しい曲やお聞きなじみのある曲ばかりをお届けします。どうぞリラックスしてお楽しみください。第2部は私ナイトウィンドオーケストラ代表の石澤がメンバーの紹介などを織り交ぜながら司会進行をさせていただきます。ただいまの曲はエルクンバンチェロでした。ソリストはポンポンホリアツオ。今度は村岡純平、グループ沢田優。この曲はプエルトリコ出身のラファイエ・エルナンデスが作曲したラテン音楽で、エルクンバンチェロとはどんちゃん騒ぎをする人という意味になっています。題名の通り楽しく演奏させていただきました。続いてお楽しみメドレーの紹介をさせていただきます。去年のコンサートのアンケートの中で知らない曲ばっかりだったので知ってる曲をお願いしますという小学生の意見を頂戴しました。コンサート